皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。サラダエディオン×グラストグラストファイトクラブを開始いたします。本日 MC を務めます G スターゲーミングプロデューサーの倉持優香です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、本日のイベントを始める前にいくつかご案内をさせていただきます。本日のイベントでは好きを語れる人を増やすをミッションに掲げるブランドグラストが開催するイベントです。ストリートファイター6ではおなじみとなった様々なライセンス製品を展開されるグラストですが、本日のイベントでもこんな企画をしています。その1、グラフト製品購入者向けプレゼント。ここエディオン横浜西口本店でグラフト製品をご購入された方にグラフトファイトクラブ特製非売品ステッカーをプレゼントいたします。本日のゲストでもあるモムピこと鈴木モムちゃんと愛猫で豪気に扮したおてちゃん、そして私倉持優香が可愛くデザインされた特製ステッカーシートをプレゼントいたします。こちら数量限定ですので、まだお持ちになってない方はぜひぜひこの機会にゲットしてください。もうゲットされた方いらっしゃいますか？すごいほとんどゲットされている。ありがとうございます。そしてその2、モブピちゃん撮影&サイン会。3000以上のグラフト製品をご購入された方はステッカーシートだけでなく、イベント終了後のモブピちゃんとのツーショット撮影&サイン会の参加券もプレゼントいたします。こちら参加のチケットって全て配布終了してますかね？まだあります。まだ間に合う。まだ間に合う。まだ間に合いますか？まだ間に合う。まだちょっと間に合うそうなんで、まだゲットしていない方がいたらぜひぜひまだ間に合いますのでよろしくお願いいたします。さあ、それではお待たせいたしました。本日のゲストをご紹介いたしましょう。日本わちゃちゃ鈴木モブことモブちゃんと格ゲーム職 YouTube おじさんストーブ久保さんです。どうぞ。ブプちゃん、久保くんから順に自己紹介と来場者の皆様にコメントお願いいたします。はい、日本わちゃちゃ鈴木モブです。よろしくお願いします。ブプちゃん、あ、声援がかわいい声援が聞こえてきた、ね、たくさんの方に、ね、来ていただけて嬉しいね。ありがとうございます。昨日愛媛にいたんだよね。そう、昨日というか今日の朝まで愛媛にいたんですけどライブやったんですけど、はい、ちょっと終電に昨日間に合わなくて、今日始発で愛媛から来たんですけど、うんうん、今日その昨日の愛媛ライブ来てくれてる人が一緒の始発の飛行機乗って何人か一緒に来てくれてます。そうですか。はい、はい、いらっしゃいますよ。そうなんですよ。いらっしゃる。一緒のハードスケジュールのファンの方がいらっしゃいますね。なんか寝てても許してあげてください。すごい。とんでもないハードスケジュールで一緒に。まさかついてくると思ってなくてありがとうございます。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして格ゲー無職 YouTube おじさん、はい、これでいいんですかね。今日は分かんないですけど、まあ今日は、はい、ストーム久保です。よろしくお願いします。ちょっと今日はお邪魔させてもらいますので、あんまり気にしないでください。いやいやいや、メインの方がこちらなんで。いやいやいや、僕はでもともとプロゲーマーをね、そう、うん、プロゲーマーやってたんですけど、うん、ちょっと別のことしたくて、うん、で辞めて今は無職でやらせてもらってます。いや、立派で YouTuber ですから。 YouTube でね、いろいろ解説動画とかね、いろいろやらせてもらって、うん、最近ちょっと無職営業って言われ始めてきて。無職営業、今仕事もらってるじゃないですか。あこれ仕事してたら無職じゃないの。定職についてないから、うん、無職ってことで今やってるんですけどフリーター、そろそろ多分怒られるんですよ。そうだよ、本当の無職の方にね言われちゃうかもしれない。一回怒られて、そう、無職なめたって。そう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 。で、一回メッセージ来たんですよ。そんな無職にプライド持ってる人いるんですか？無職ガチ勢がね。お前は稼いでんじゃねえかみたいに言われてダメなんだ、はい。まあ、でも一応まあ建前というか、その肩書きが欲しいんでということでやらせてもらってます、うん。なるほど、はい、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日はこの3人でイベントやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。さあ、はい、全員椅子に着席って書いてあるんですけれども、8で足腰強いんで大丈夫です。ゆるっとしたイベントなんですけど、よろしくお願いします。皆さん座ったままで大丈夫なのでお願いします。今日はね、座ってて大丈夫ですよ。さて、本日のイベントスケジュールをご紹介させていただきます、はい。本日はトーク、その1、トークコーナー。その2、モブピちゃん修行企画。その3、モブピちゃん10人組で。10人組で結構多い。すごいですね。結構多いね。その4、じゃんけん大会というスケジュールで進行していきたいと思います。最後は平和それでは皆さん、本日のイベントを楽しんでいきましょう。早速1つ目のコーナーに
ていきたいと思います。はい、一つ目のコーナーはトークコーナー。やった。もぐぴちゃんにですね、私と久保くんから質問をさせていただいたり、はい、もぐぴちゃんから質問を受けたりなどなど、ゆるっと楽しんでいこうかなと思います。聞きたいこといっぱいですからね。はい、まずじゃあもぐぴちゃんへの質問なんですけれども、はい、どうしてストリートファイター6を、そうそれなんですよ。そうなんですよ。そのレジェンド2人に囲まれて私が今ここに立ってる理由なんですけど、あの、もともと私日本わちゃちゃっていうアイドルグループで、で YouTube チャンネルやってるんですけど、その YouTube チャンネルでストリートファイター6が発売されたらしい、やってみようみたいな企画で初めて触ったのが格ゲー初です。それが初なんです。初なんですよ。人生で初めてやったのがストリートファイター6。そうです。しかも PS5 も触ったことなくて初 PS5 ストリートファイター。どう触ってみて、もうわけわからんしかもまあそうですよね。そうだよね。しかも素人あるあるなんですけど、そのモダンとクラシックあるじゃないですか、そのいやモダンでやるなんてって素人が思ってクラシックでやってもう何も技も出えへんしボロ負けみたいな。クラシックはね、はい、ちょっと難しい技を出すんだね。そうなんですよね。でなんかメンバー対抗みたいな感じやったんですけども、ベベで、ああなるほど、それが悔しくて、はい、でそのなんか数ヶ月後にラグーナでリアルバトルハブっていうのやってるんですよ。あ、名古屋の方で。そうです、そうです、うん、それでそのファンの人と、そのメンバーと対戦するみたいながあって、でちょっと悔しいから、ちょっと職権乱用してストリートファイター の、 ディレクターの人捕まえて教えてくださいって。すごい職権ないよ。そうなんですよ、それ叶ったんですね。しかもそうですよ、あの昼休み2時間あったんですけど、その2時間、あの他のメンバーがご飯食べに行ったりとか休憩してる間に、ディレクター隣につけて、ちょっと教えてくださいって言って教えてもらって、ね、で、めちゃくちゃ教えてもらった結果、全負けその時はちなみにクラシックをまだ、いやその時はもうモダンキャミ、キャミが使いやすいよ、はい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 、もうあの勝てたら何でもいいから教えてくれっていうので聞いて、あのボロ負けして、はいはい、これはちゃんと練習せなあかんなと思って、はいはい、しっかりとやり込み始めたのがもう数ヶ月前っていう話です、はい、最近ですよね。もうめちゃくちゃ最近ですね。ラグナテンポさんあったの。そうです、そうです。だから最初走るとかもできひんくて、あ確かに難しい。慣れないとまずコントローラーで、え移動ってどうやったらいいの。そうなんですよ、ほんとその通りで。後ろ入れてガードって何なのってなりますよね。ガードどのボタンとかみんなで言ってました、ガードになって、しかもしゃがみガードそう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 、今思うとそうですよね、いろいろ試し試しやりながら練習して、一人で練習して、なるほど、はい。今は号機を使ってる、ね、今号機使ってますね。今 T シャツもね、あ、そうなんですよ。号機がもうめちゃくちゃガチ恋してて、号機ガチ恋え、使用キャラ使ってる理由はそのガチ恋だから、そのものなんて男性として好きだから号機男性として好きって初めて聞いたワードだな。号機っぽい見た目になるわ、ちょっと見てもらえるみたいな。あ、そうですね、号機っぽい。来ましたよ、チャンス。毛量足りひんかも。毛量足りひん、これで毛量が大事。ちょんまげのスタイルしてほしいかも。今作の豪気ね、もうすごいよね。そうなんですよ、ひげも重さだし。そうなんですよ、で、あのステッカー今日そのね、可愛く配ったやつありますね。あるじゃないですか、あれ猫で豪気にゃんこっているんですけど、あれうち の、 あの飼ってる猫がポテちゃんって言うんですけど、ポテちゃんがめちゃくちゃ豪気に似てるんですよ。超毛種なんです。そうなんですよ、超毛種で、だからこの豪気のサイベリアン感がもう可愛くて、豪気サイベリアンだったんですか。そっち方面なんですね。そうなんですよ、そっから豪気使う。そう言われるとなんか可愛く見える。可愛いですよね、そうなんですよ。膝に乗せて撫でたいね。膝に乗せて撫でたい、豪気、ですよ、豪気、豪気撫でたい、吸いたいですもん、豪気の頭とか。豪気性あります、やりたいです。どんなに美味しい汗臭そう、まあ、シルエットがちょっと可愛らしいというか。あ、まあそうですね、ふさふさでね、ふさふさで。でも豪気はちょっとやっぱ難しいじゃない、テクニカルなキャラクターが。まあ、そうなんですけど、結構火力強いじゃないですか、そうですね、だから初心者からしたら、アシストコンボぶっ放してたら勝手、最初勝てるんですよ。あ、なるほど、そう。でも最初アシストコンボもできなくて、あ確かにそのアシストボタンを押しながら逆中強を押すってのが、え、同時に押すのみたいな感じになっちゃうのね。できなくて、配信しながらやってたんですけど、最初アイアンじゃないですか、もうアイアンから永遠に抜け出されなくて、
でもその配信見てる人にアシストコンボ使うんだよって言われて、すごい優しいコメントおじさんだったそうめちゃくちゃ教えてくれるんですけど、アシストコンボ使ったとか、すごいじゃないですか、火力がダダダダダダみたいな、ね、気持ちいいよね、そうザーってランク上がっていって、お今でどれぐらいに、あでも今やっとシルバーに出る、ね、シルバーすごい、だいぶ上がりましたね、えらい、もうずっと葛藤してて、ブロンズの下がったり上がったり、いやそうだよね、またポイントが上がったり下がったりするともうキーってなったり、そうなんですよ、ってなっちゃったりするもんね、やっと行きましたね、はい、日々成長中で、ね、日々まだまだですね、はい、なるほどね、まあ、始めた経験と塩キャッターわかり、うん、あでも逆に私はなんかそういう企画で始めて、みるみるハマっていったんですけど、その結構昔からやられてるじゃないですか、うん、そうだ ね、 うですね、私が91年生まれで、うん、スーファミのスト2と同じ年かな、はい、あそうなんですね、で兄がもう持ってたから家でスト2をやったりとか、お兄ちゃんの影響なんですね、ただ私の夫がプロゲーマーのフード、はいはいはい、夫との出会いが15年ストリートファイター4っていうゲームでゲーセンで出会ってるんですよ、ゲーセンで出会って、そう、行ってたってことですよね、そう、そのゲーセンで久保くんとも出会ったの、同じゲームセンターにいて、そう、クラモジユカが来るぞみたいな、なるんですよ、ある日その昔って掲示板、はいはいはい、掲示板が流行った時期は、はい、クラモジユカが今日来るらしいですよ、待って行くぞみたいな、ね、え、そうだ、予告するんですか、いや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 、この日私行きますみたいな、よく言ってたのよ、そうそうそう、でなんかどっかの情報から出てきて、あでよくわかんないけど倉持が来るぞって情報だけが公になって、はいはい、ガッと尊厳性に集まる、あみんなで行くみたいな、いその時は、はい、本当に女の子がいなかったのよ、ですよね、だから女だみたいな、そうそうそう女だ女いるやんけみたいな感じでみんなで行ってそういう感じになったんだけど、ストリートファイター6になってからもう女性プレイヤーがめちゃくちゃ増えたの、びっくりしますよ ね、 すごい時代になったよね、すごい騒ぎやすい、久保くんは何がきっかけで、はい、いや友達がいなくて学校に、うわ一緒だ悲しい悲しい感じなんで、学校に友達がいない男は基本的にやっぱゲームセンターに行くんですよ、あそうなんだ、ゲームセンターね、そうそうそう、100円、100円入れれば対戦できるんです、あ相手が誰であると対戦できるから、確かに、で あそこら辺に横浜のゲームセンター行って、もうそこじゃないですか、そうそこら辺、はこっちが地元だもんね、そこら辺が地元なん で、 そうなんですね、でやったのがきっかけ、そっからいろいろ行くようになって、でまあいろんなゲームセンターでそれこそクラマスさんとかあったりして、はい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 、今無職に至るみたいな、いやいやいや、その間にいろいろプロゲーマーになったりとか、無職の中でもちょっと違うぞ、いろいろありますね、はい、その私とか久保くんが言ってたゲームセンターにそのプロじゃない時代の梅原さんとか、お父さんとか孫さんとかも来てたのよ、みんないましたよね、それはみんな横浜のゲームセンターで、そこは中野のね、ブロードウェイにあるね、すごいちっちゃいゲームセンターなんだけど、なんでそこに集まるんですか、そこになんか超上級者大会みたいなの毎回行くわけで、そこに見込まれた人たち、そうそう、見込まれた人たちが集まってて、いずれその数年後にその人たちがみんなプロになった、あ そのうちの一人、そうそうそう、いやその頃は自分目立ってなかったから、いや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 、後追いなんですけど、その頃から強かったよ、そのゲームセンターが当時は珍しく配信をするゲームセンターで、え配信、そうですそうです、そうそうそう、ニコニコとかでしたっけ、うん、あそうだね、そうそう、中で配信、大会模様を配信するからそこで目立つたびにみんな行って、そこで有名になるんですか、そうそうそう、みたいな流れがあったんですよ、なるほどね、だからですね、あれはそっからそのゲームセンターでやってるわけじゃないですか、うんうん、でプロになった人たちは どうやってプロになっていくんですか、スカウトされるのか、スカウト、なんかうちの夫の場合はエボリューションっていう世界大会が毎年ラスベガスで行われてるんですけど、エボ2011で夫は優勝して、その時それまではサラリーマンでゲーム会社で働いてたりとかしてたんですけど、優勝したらあのスポンサードを受けてプロゲーマーに、そういうことだ、そう流れありますね、じゃあスポンサーがついたらプロゲーマーっていう括りになるんですか、ざっくり言うとそんな感じだね、大体は、うん、でもアイドルのパターンもそんな感じなんじゃないですか、確かにモモちゃんどうやってアイドルだったの、あ私は、うん、あの社長が元お笑い芸人 で、でリーダーがもともと10年ぐらいアイドルやってたんですけど、うん、2人ともちょっと、ね、そうなんですよ、夢を諦めた2人が出会って、おうおう出会って、はい、3年で日本武道館に行くアイドルを作ります、入りませんかって言われたのが始まりなんですよ、すごいね、3年で武道館に行くって相当すごい、そうです、だからもう売れるためにやらないかみたいな、なでも土星純アイドルを作るって言われて、入ったらなんかのローション相撲をさせられたりとか、え青春とは、そう様子がおかしい、売れるためっていうことですか、売れるためという
うか、うん、気づいたらなんかお笑い特化型アイドルになって聞いてない聞いてないみたいなだから事務所入ってアイドル、うん、あだから事務所じゃないけど、はいはい、スポンサーさんがついたらプロゲーマー的なみたいな感じですね。なるほど。みんなそもそも売れるためにいろいろやってますもんね、うん、あローション僕らはそっち系じゃないと思うんですけど結構いろいろやられてますよ。結構格ゲーマーでもこう配信で目立つために、うん、負けるたびに電流を流したり最近ありましたね。最近流行り流行りなんですよ電流が。いろんなことをしてみんな頑張ってるプロゲーマーも、ね、大変だからね。みんな頑張ってるだけなのにみんな頑張ってるんですよあそうなんですね。いろんな企画がありますね最近は。じゃ結構もともとサラリーマンだった方多いんですね。多いですよね。確かにそう、あの梅原さんとか、まあ、孫さんとかフードとかの第一世代とかは今40ぐらいなんだけど、そうすると大体みんな社会人経てからプロになってて、そうですね、多いですね。その下の世代とかもっと最近の若手とかはもう学校卒業してすぐプロにとか20歳の子とか。そうですね、うん、あそうなんです。今だ 何世代、いや大何世代なんだろう。第4ぐらい。今ストリートファイターリーグで活躍してるヒカルくんとかはもう20歳になったばっかりで、うん、あか、うん、最近ですよ。だってほんと最近この間先々週とか、そう先々週ぐらい20歳になって、20歳になった日うちで過ごしてお酒飲んでハッピーバースデーしたりとか素敵すぎる。あそうなんですね、うん、じゃあ結構その若い子とかもプロゲーマー目指してる子多いじゃないですか、うん、多いね。じゃあ昔はそのプロゲーマーを目指してやるんじゃなくてただ好きでやってたみたいな。そうなのよ。あじゃあ全然違いますよね立場が。ただただゲームが好きなおじさんたちだった、うん、意味わかんないですよね、だって将来性ないんですよ、将来性ないけどやって結果的になんか仕事がもらえるみたいな。やったーみたいな。そう今ってあの、うん、カプコンカップっていう一番大きな世界大会、はいはい、優勝賞金なんと1億4000万。やばい。人生が変わる額、変わります、ね、ローンを返せる額なんですけれども、うん、その元のおじさんたちがやっていた時の大会って賞金が出ても3万円とか、あしかも多分水曜の大会です3万円みたいな、ね、1人1万円とか、じゃあもう規模が全然違ったんだよ ね、賞金100万の大会が発表された時はもう大騒ぎでしたよ、100万だと。そう100万円みたいな、100万もらえるんですかみたいな。確かにそれがもう1億。もうカプコンさんありがとうございます。本当になんかあの私はストリートファイター6しかやってないんですけど、うんうん、この6はすごいぞと元々やってた方がみんな口揃えて言うんですね、うん、それはなんかスト2ぐらいの盛り上がりだよねって、うんうん、おしゃれじゃないですか、はい、そのスト2時代の話も聞きたくて、はい、スト2時代は僕らやってないんじゃないですか。そうやってないじゃん。私たちもちょっと違うんだ。もうちょっと上、42、3とか。あそうなんだ、ね、第2世代なんで僕ら。そうなんですね。ギリギリ足らない。そう、スト2世代はもうゲーセンにもうみんなもう集まって、はいはい、100円玉も握りしめてみんなやってた。その次の世代はゲーセンではないんですか。その頃もゲーセンだったけど、ストリートファイター4が結構流行ったから、はいはい、こちらは行ってた。多分今観客先にいる方々の方がスト2世代とかの方も、うん、なんかいるかもしれない。いらっしゃいますよね多分。スト2世代だよの方。あ、いるいるいる。いる結構いる。多分みんなね、100円玉たくさん両替して行きましたよね、ゲーセン。一番盛り上がってた時期って言われたんですけど、それも同じぐらい今盛り上がってるって言われてるので、うん、ですよね、うん、すごいですよ今。ストリートファイター6になってから新規がすごく増えたんだよね。とんでもない。それでちょっと もっと聞きたかったことあるんですけど、うん、新規増えたじゃないですか、うんはいはい、でも2世代とかは、うん、そのめちゃくちゃやってたわけじゃないですか、うん、いや新参者がみたいな思わないですか。思わない思わない。あ本当に思わないですよね。なんかにわかがみたいな思わないですか。あのなぜかっていうと、うん、格ゲーまでちょっと一回滅びかかっちゃった。そ う、 です、ね、そうなんです。そう格闘ゲームってずっとあのコマンド技が必要だったのよ。難しい、ね、波動拳とかを出すのに下斜め下前って入れなきゃいけなかった。でコンボってなるとさらに複雑になって、うん、まずそれができないと対戦にならないから、ハードルがすごく高くて、はいはいはい、初心者 お断りっていう雰囲気になっちゃって、まあ、そしたら人がちょっと減っちゃって、あ、そうですよね。そうするとやっぱかそっちゃうんだよね、はいはい、かそっちゃうと対戦相手がいなくなってさらに人がいなくなるっていうループになっちゃうから、はい、でそうなっちゃって、それを経験してるから、あもうやばい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 ってなって、やばい食えなきゃやばいってなって、そんな時にスト6が出てくれたから、でも新規いたぞ囲めって感じ。新規いたぞ逃がすな。ありがてえありがてえって言われて、ももちゃんみたいにこうやってアイドルの子がやってくれたら、うおーかっこいいかっこいいかっこいいって
よかった。今囲んでる状態なんですよ、朝ここで知らぬ間に。もう逃がさない、逃がさない、いっぱいいるし。どうそうなんだ、絶対逃がさないから、よかった。なんか素人がなんかその、はいはい、私11月も大会出させていただくんですけど、そうだね、大会とかこんな下手くそが出ていいのかなみたいな。いいんです。いいんですか。いいんです。出ていきましょう。本当ですか。そう、もみちゃんが、ね、出る大会は、うん、あのカプコンプロツアー CPD って言われる大会なんですけど、それで優勝すると、うん、なんとそのさっき言っていた1億4千万の大会に出られる大きな大会なんですけれども、別にプロだけじゃなくてオープントーナメントなんで、うん、皆さんも出てもいいんです。なるほど。そう、今回はねちょっと締め切り、参加締め切りしちゃったんですけど、観覧チケットはねまだ売ってるんで、よかったらぜひ武蔵野森っていうところでやるんで、遊びに来ていただければなと思うんですけど、ね、観覧チケットゲットすれば当日モブピちゃんの勇姿も見れますんで、当日好きな彼のコスプレしながら、彼の好きな彼の誰とは言えない、誰とは言えない、誰とは言えないんですけ ど、好きな彼のコスプレして出ようかなって思ってます。誰かな、ちょっと予想しながら見に行くのあれ。そう、ね、誰だろうなって、誰だろうなって。そう、はい、そう、結構オンライン大会が主流だったんだけれども、うん、今回もみぴちゃんが出るのはオフライン大会。オフラインですよね、うん、それそれそれ。でオンラインだと自分のランクの人たちと戦うじゃないですか、うん、でもオフラインだとどんな人が来るか分かんないじゃないですか、うん、本当に分かんない。1回戦もしかしたら初心者かもしれないし、もしかしたらめちゃくちゃ強豪とかプロゲーマー当たったらかもしれない。1回戦梅原さんとかでもおかしくない。そう、逆に嬉しいですよ。梅原さんだったら。しかもめちゃくちゃ嬉しい。こういう感じで横対戦で戦うの。そうそうそう、こうなってるんですか。そう、うわ怖っ。え、だから言っちゃえばこれ参加すればワンチャン横でいるってことですよね。そう、いや私みたいなもんが嬉しいか分かんないですけど。いやいやいや嬉しいですよね、ファンからしたらね嬉しいですよね。そうですよ。え、でもなんかオンラインはやっぱしたことあるんですけど、うん、オフラインならではのなんかあるんですか、うん、緊張感とか。なんか緊張するよね。やばいっすか。だって横にいるんですよ相手が、うん、だってあの相手がダウンした後ガチャガチャガチャってやってたら、あ、こいつ勝利打ってくるって思った。確かに。あ、そっか。だからうわガードしようと思うとそれはフェイクで、怖くて投げられたり。そうそうそう、オフラインだからこその。そうなの、そんな戦術もあるの。え、ちょっとそれ教えてほしいですね。11月出るにあたって。え、怖っ。いやでも、うん、モダンはガチャガチャしないんで、うん、逆にやんない方がいいかもしれない。逆に確かにガチャガチャすると嘘だろって思われる。あ、やってるやってるみたいななるんだ。どっちかっていうと座るところを後ろに下げると相手の手元が見えるんで、はい、相手の動きがちょっとわかるみたいな。いや、そこまであの無理です。必死で。自分のここに必死で。あとは、はい、私はオフライン大会出ると緊張して足の震えが止まんなくなっちゃう、あ、でもそうですよね。だから椅子の高さとか調整したりとか、座る位置調整してちゃんと地に足をつける。ああ大事ですね。そうそう、ちょっとつま先置いてたりすると足が本当にガクガクして止まんなくなっちゃうから。確かに。特に小柄だからちょっと椅子前の方に座ってギリギリまでこれちゃんと足つけた方がいい。足つけます。もうそうしないと本当に手も足も震えちゃうからですよね。大会とかやっぱ普段出ることないので、うん、あ、まあ、慣れが必要なんですね。慣れですね、うん、いやでも隣にいるってことはワンチャンこうやってグッグッパッパッパッみたいな。やるファイト。届く場合は考えた方がいいです。結構近いんですよ。近いですよね。モニター1個を正面として1個なんだ。そうなんですよ、うん、まあ、場合によるんですけど、だいたい1個で共有して使うので、うん、そうそう、仲良く使わないといけなくて、あと人によってはちょっと俺の方が見やすくしようみたいな感じで角度をちょっと変えてくれる人がいるんだけど、立ちたいがために、そうそう、ちょっとうまく、あ、でもちょっと見にくいんで私もちょっとみたいな感じで、そこをうまくやり合い喧嘩しないで、うまく折り合いつけて設定するとかいいですね、うん、やるのがいいかもしれないね。え、大会でその殴り合いの喧嘩とかなったことないですか。あったらもうないですこれ。じゃあ大丈夫。もうこのイベントもなかったと思います。あ、大丈夫。じゃあ、うん、防弾チョキと着ていただいて。大丈夫。優しい、優しい。ゲーマーは優しい。みんなゲームがしたくて集まってるんで。あ、そうですね。そう、リアルファイトするような人は多分別の格闘技とかリアルファイトもやってると思うからね。そうですね。あ、うん、安心していきます、うんうん。安全ですからね。なかなかない機会なんですけど、うん、まあ今日これからやる。あ、そうなんですか。今日は横対戦なんで。そうなんです。じゃあ練習できる。経験ができるってことで。最初に朝来た時対面公式だったんですけども、あの今度出る大会が横対戦ということでわざわざさっきセッティングし直していただいて、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、ここで慣れて、ね、つまりこれからちょっと参加してくれる人は、はい、ボブイフちゃんと横で対戦できるってことなんで、かなり 手出るかもしれないですね。手も食らいます可能性があると。ありがたいですね。じゃあ続いてのコーナーいきますか。いきますか。はい、続いてのコーナーは、はい、ボブピ修行。こんなに修行させてください。
出場したいと思います。上手くなりたいです。初めてモブピちゃんがねオフ大会に出るということで離れがすごく重要だと思います。今日はせっかくこれだけ多くの方に集まっていただいたのでオフ体制になれるためにも皆さんと対戦しながらアドバイスをしていければなと思っております。ぜひ本日ご来場された皆さんにご協力いただければと思います。お願いします。なお今回ご参加いただいた方にはクラフトファイトクラブ特製非売品ステッカーをプレゼントいたします。参加したい方いらっしゃいますか。はい、手あいる。あすごい、ありがたい、いっぱいいらっしゃった。ありがとうございます。奥の方にも。じゃあせっかくなんでモブピちゃん指名で。どうしようかな、うん、じゃあ一番早かった左のパーカーのお兄さん、あいいですか、はい、あお願いします。お兄さんお願いします。それではこちらから入っていただいて、こちらお願いします。 お兄さん結構やってますか。えポイント帯とかは1600ぐらい。おー高い、強いですね。まあ修行なんで、修行なんでね、修行なんでね、結構つけてあげてください。そう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 、お願いします。すごいですね、アイドルに直接稽古をつける場があるんで。すごい、お手柔らかにどうぞ。あ、よいしょよいしょ。え、これ椅子どうやって高さ上げるんですか。ここあ、これいけるか。レバーがね、ゲーミングチェアはだいたい横にレバーがあって、それでレバーを押しながら座ったりすると下げられたりできるかな。コントローラー使わせて、パッとお願いいたします。ありがとうございます。コントローラー派ですか。パッドとアケコンとレバーレスご準備しております。結構ね、何種類かレバーあのデバイスがあるんですよ。なかなかゲームやったことない方からしたら、格闘ゲームってレバーでなんかガチャガチャやるんでしょって思ってる方が多いと思うんですけれども、最近はコントローラー、よくある PS5 とかのコントローラーでやってる方も多いですし、あと最近はレバーレスって言ってレバーがなくてレバーの部分もボタンになってる、全部ボタンのやつとかもありますし、あれすごいですよね、うん、なんかずっとレバーでやってた身からすると、うん、左手が動かないんで、あー分かる、ボタン押せなくて断念するばっかりなんですよね。え、今ってパッドですか。私今パッドにしてます。モダン操作だとパッドがすごくやりやすいんですよね。やっぱり最近はもうみんなパッドが多いって聞きますから、パッドで何がいいって遠征の時楽なんだよね。そうなんですよ、そこなんですよ。やっぱイニシエの箱を使っていると、海外大会とか行くとみんなスーツケースにぎゅうぎゅうに詰めてったりして重いんですけども、リュックにでかい箱詰めて今移動してるんで、パッドはねポイーってリュックの中に入れていけるんで楽なんですよね。いいですよね、あれ楽で。ちょっと今ちょっとセッティング中なんで、セッティング中からお待ちください。とりあえず2先でねやっていければなと思います。まあお詫びごとにちょっとアドバイスさせてもらって、でまあしばらくやった後に第2部で組み手という流れがあります。そうですね、14時頃までやっていければなと思います、はい、14時で一旦まあ小休憩入れさせてもらってから組み手ということで、参加してもらった方にはここでしかもらえないステッカー、はい、ステッカー、あのステッカー見ました、見ました、見ました、ね、皆さんあのステッカーめちゃくちゃ可愛いんですよ。受け取った方もいらっしゃるんですよね。そうですよね、クラフト製品買ってゲットしてる方もいらっしゃると思うんですけども、すごいサラサラの質感の高級感ある仕上がりで、あのスト6の乱入イラスト書かれてるイラストレーターさん書いてくださって、公式が倉本さんとモグリさんの、あとは勝手猫ちゃんのやつ書いてくれてすごかったですよね。めちゃくちゃ嬉しい、一生の記念になった。はい、準備完了しました。準備完了した。キー設定も大丈夫。大丈夫です。お、来ました、いきますか。モグリちゃん豪気 VS 参加者の方クラシックベガですね。おお、 MR1600、 うん強い。MR っていうのがまずあのストリートファイター6にランクがあるんですよ。一番上のマスターっていうランク、絶対無理やん。最初に選ぶ人間違えた。やってもうた、やってもうた、やってもうた。じゃあ2先行ってみましょう、行ってみましょう、やってみましょう。修行ですからね。そうそうそう、修行だ、修行だ、気にせずに楽しくやるよね。やっぱ強い人を知るって大事だと思うんだよ。そうよ、動きよくね、学ぶ気なんでね。そうそう、マスターの動きってどんな感じなんだろうって思うね。モブキさんはランクは、モブキちゃんはシルバー、シルバーとマスター MR1600、うん、なかなか普段当たることはないからね。あ、ありがとうございます。ちょっとちょっといきますね。ありがとうございます。こちらですね、かわいいですよ、頑張りますね。いいですね、まあ、やばいやばい、言ってますね。落ち着いて、一旦落ち着いて、そう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 、ここに出て、
まだ、あ、痛かった痛かった。ゴブキさんがね、使っているキャラクターゴーキさんがですね、落ち着いて落ち着いて、立っちゃダメだ、試合最初に立っちゃダメ、まだ試合終わってないよ、これからだからいいよ、ハコケいいよ、惜しい。ゴーキがですね、火力が強い代わりにちょっと体力が強いなんですよ、はい、ちょっと柔らかいのもあって、おお、ワンポンタイ出せる、確かに出せますね、また反撃が高い、相手の方のベガというキャラクターが火力がとても高いキャラクターなんで、これはもうちょっとやばいですね、投げて一発抜けてほしい、いい投げ抜け、投げ抜けできるんですね、10月らしい、なるほど、まあ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 、ちょっと話にならないんですけど強すぎる、これがマスターです、これがマスターか、ありがとうございます、そのこれも届かないんですね、これもやっぱね、相手が間合い分かってるんで、なるほどね、まあ、もうちょっといったとか打ってみて、はい、反応見ましょう、なるほど、うん、帰ってもらっていいですか、セルペパ、ね、これどうする、二先じゃなくて一先に、一先交代にしますか、結構あの手を挙げてくださった方多いので、うん、すいません、強すぎるので、ちょっと強すぎるもうちょい弱いよって人、あ、女性の方が、じゃあ、そうですね、お酒お願いします、あ、大丈夫、すいません、すいません、ありがとうございます、何のキャラクターですか、あ、すごい、ラシード使いだ、ラシード使い、お、じゃあどうぞ、一度お願いします、うわー、でも開け込んで、でも自作のぬいぐるみラシード持ってくるって結構、はい、強そうというか、強そうな気配するけど大丈夫かな、ラシード結構人気ですよね、ラシードかっこいいですもんね、なんかラグナテンポス行った時に、うん、ラシードとホッシュだけ売り切れたんですよ、あー、アクスタが、だから結構人気あるキャラクターなんですよ、ね、今回ね、ルークもジェイミーもいるし、そうですよ、男キャラが特にかっこいい、かっこいいキャラデザがね、多いんですね、いや、やっぱそうなんですよ、男から見てもかっこいいなと思うんですけど、いや、かっこいい、ジェイミーとかやっぱりロケがあるし、で、またファイブとかからもかっこよかったけど、6になってからあのグッズが特に展開多くなったのが嬉しい、そうなんですよ、そうなの、グッズがやたら多くて、グッズが欲しいのよ、グッズとかね、グッズが欲しいんですよ、そう、グッズが欲しいですよ、やっぱグッズ買いたいじゃないですか、グッズ欲しいですよね、グッズ欲しいよ、ね、ももぴちゃんのグッズ売ってる方もいらっしゃいますけど、やっぱアイドルでもゲームでも何でもグッズって欲しいですよね、あー、なるほどな、やっぱり女性からするとアクスタが欲しくて、アクスタ飾りやすい、結構アクスタ、ね、この間デスマットが準備できました、準備できた、よろしくお願いします、じゃあ一つ先でとりあえず回してもらう感じで、ね、またラシードっていうのが結構トリッキーなね、キャラクターだから、スピードがあるキャラクターなので惑わされないように、ね、戦えればいいんですが、うん、参加者はモダンらしいの、モダンらしいの、はい、ね、でね、ランクとか聞いてないですけど、さあどれぐらいなのかな、ランクの方は聞いてない、わかんないです、うん、あ、いいですね、波動拳、交流拳、いいよ、通常で、インパクト、これを当てればね、コンボにいける技なんですが、ね、お互いしてるんで、お、コンボが、いやー、もうピッチャーいい、いいよ、画面端を押してくれて、おー、インパクト、いやー、まあでも技出せてるんでいいですね、うん、これもやっぱモダンのいいところで、ワンボタンでね、こうやってインパクト出せるんで、うん、うまい、うまい、今の上かかってる、インパクト、やっぱこれインパクトいいですね、インパクトを打てば、それなりにやっぱ試合が動いて、うん、展開が合わせていきます、まあ、僕、いや、もうインパクト返せる、おー、昇竜拳で、スリング割り込みだったね、これは、うーわーい、いいですね、今のもアシストコンボですかね、多分バナ強アシスト、アシストドラを打ちながら強攻撃連打出せる、今はね、コンボ覚えなくていいんですよ、うん、そう、モダンアシストコンボがね、すごく優秀なので、勝手にねやってくれるんですからね、下のゲージを使って消去して、SA 技まで勝手に出してくれたりするんですよ、これもですね、うん、これもアシストしながら連打で出せるんですが、ちょっと遠かったか、うん、難しいところでしたね、うまい、ダブして、お、反撃もしっかり、さあ、お互いバウンド、お互いバウンド、いいですね、攻撃が強い、だ今、右下、左下にあるゲージを使って、ちょいちゃんと当たせるので、これですね、SA3、当たってる、これは減りますよ、後期は体力が少ないので、倒していいか、ちょっと残った、残った、ただまだ、頑張れ、モブキさんも、
ント。じゃあこれで1位ですね。2本ラウンドを取った方が1セット勝ちというルールなので、さあ次に行きたいと思います。お、開幕、皆さんから見て右側の体力減価ゼロになれば桃井さんの勝利です。今はまあどこどこですね、体力差は。投げて、これでしょうか、惜しい、こんな、あ、当たってるよ、よっ、いや、やっぱ波動拳、おい、インパクトセンター当たってる、惜しい、おい、おい、いいタイミングでってる、昇竜拳、はい、惜しいな、少ない、ただ SS に溜まってるので、何かが当たると、惜しい、つながってない、さあ、まだ、分かりませんよ、あー、コンボしっかりしてる。勝ったのは参加者の女性のボランティアです。ありがとうございました。強かったです、強かったです。アドバイスはどうです、どうしたらいい、どうしたらいいかな、ちょっと下手くそすぎる、どうしたらいいかな。やっぱりね、あの冷静になれば大丈夫なんです、冷静になれば大丈夫、相手が大振りの技が空振った時は攻撃ボタンを押せば、確かにそこで勝ってた場面もあるんで、さっきのラシードもくるくるくるってやつ、昇竜拳と同じだから、そうなんですね、落ちてくるところにアシスト強を押しとけば、そうできるんですね、できます、なるほどです。だって隙間あったらボタンを押しとくと結構ダメージ取れるんで、はい、なるほど、なるべくボタンを押すことを意識すれば、はい、いけますよ。わかりました、ありがとうございます。それで試してみてください。あとちゃんとインパクトで一つ押せます、はい、インパクト返します、インパクト返しましょう、インパクトって心の中で唱えて、わかりました、声に出して、はい、インパクト絶対返すぞそう、次のこと返そう、はい、次は絶対返します、はい、我こそは弱いぞって方こそ、じゃあ指名お願いします、弱そうな人なんか、あ、じゃあ立ってる方、お、じゃあ前の方お願いします。え、本当に弱いですか？人間不信になってきた。確かに。大丈夫？最初戦でしたから。初ゲーマーのあんまりやってないんですよ。かなりやってますから。そうなんですよ。ラグーナの時も、あの、僕全然弱いんで大丈夫ですとか言いながらボコボコにされたんで、ちょっと怖いですね。よろしくお願いします。広いプロシャツのお兄さんは何のキャラ使うのかな？いやー、わかんないです。キャラとポイントが実はみたいなパターンあるじゃないですか。ダイヤモンドです。おおえ、でもワンチャンあるかもしれない。本当ですか、うん、何使ってますか。あ、ジェイミー、ジェイミーダイヤモンドジェイミーということで、楽しみですね。頑張ります。ちょっと今デバイス準備中なんで、しばらくお待ちください。歴、はい、は何年ですか、お兄さん。格闘ゲーム3年。おじゃあ5の後期からか。そうですね、5の後期から、もしくは別のゲームからやってらっしゃった方か。5の後期からやってらっしゃった方、ずっとジェイミーだったんですね。すげー。まあスイートファイターはキャラクター多いのでね、なんか途中で変える方もいらっしゃいますし、それこそモブさん最初モダンキャミを教えてもらってて、今ではモダンゴーキですから、いろいろ選択肢がありますからね、モダン操作だとアシストコンボでできるんで、キャラクター変えやすいんですよね。そうですね、とりあえずあのゲージだけ見て、これができるって分かればボタン連打して、ね、アシストコンボを、ね、ポチポチしてればそれっぽくね、なるんでね、本当に初心者でも5分あればそれっぽく戦えるんで、いいことですよね。そうなんです、まだ少しずつやったことないよって方はぜひエリオンさんの私有コーナーで触ってほしいなと思います。確かにこれを機に、これを機に、じゃこれを機に触って大会ちょっと出て、モブイさんと横対戦みたいなこともあるんで、確かに。え、まだストシックス本当に1回も触ったことないって方います。お、あ、いる、やり合おう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 一緒にやろう。なんなら今からもうやれる可能性ありますからね、ここで。確かに。じゃあもう次未経験者やってもらいます。確かに、本当に、ね、未経験者ボコって気持ちよくなる。モブイちゃんの姿を見ることでもいいし、はい、確かに。行きました。あ、準備整ったんですね。頑張ります。インパクト返し、インパクト返し、インパクト返すんだよ。インパクト返したら盛り上がるんでいいですね、さあ整ったようで、左側がモブイさんの合気で、右側が挑戦者のジェイミーですね、まだ人気のあるキャラクターということで、さあさあさあ、いいですね。まずは扉を切って、さっきは本能してたから後ろ足見てから来た、攻めてますよ。おお、繋がってる。攻め気が強い。このままいけるか。おお、投げて。やけないよ。いいよ。ダメ出し優勢。切り返しますね。これでカウンターで。ただ体力は圧倒的に今有利なんで、いいですね。ハドキを打って。
喜んでますよ皆さん。いいよ。ちょっとこれでしょうか。あ、でも大丈夫大丈夫。投げて、いいよ、あと一発、あと一発で倒しきれる。ユウリ、おお、落ち着いたかな、受けてたよ。いいですよ。いいよ。喜んでますよみんなこれ。いい波動拳、さらに残酷で攻める。惜しい、確定しました。で、コンボミスにちゃんと割り込んで。はい、クラシックはね、あの連打コンボがないのでちょっと難しいですよ。最初に慣れるまでコンボレンジが必要です。惜しい。でワンコンボ決めて、ジーニーは薬草飲めば飲むほど強化されるキャラクターです。そうですね、今上にひょうたんのマークが1個ついてるんですけど、これが飲めば飲むほど強くなる。はい、だから飲まないとちょっと精度が、うん、なかなかモブキちゃんの猛攻撃でなかなか飲ませてもらえないですね。さあ、もしお、これ勝った。ただ、まだ体力ある。コンボしっかりしてる。コンボしっかりしてる。ダイヤモンドの力ですね、うん、ドライブゲージを使ってコンボ伸ばすこともできるのがセグワイだっけですからね。惜しい。惜しめた。伝説唱えろっつったろ。いいですね、リアルアドバイスも入りまして。ただいいですね、オーマイ SH のワンボタン出せるモダンの攻めですね。波動拳打ちながら勝利拳ちょっと取れてしまったか。ただゲージがないので、はい、これは逆転のチャンスか。いいよ、うまいコンボ、素晴らしい。さあ今ジーミーがバーンとついてゲージがない状態なので、はい、ピンチですよ。はいはい、これも倒しやったやった。あー、素晴らしい。しっかりと KO まで持ってきました。ちゃんとバーンアウト中の相手にちゃんとインパクト狙って、やったねー。ちゃんと SH3 まで使いました。素晴らしい。ダイヤの方だよ。ダイヤの方です。お兄さんが優しかったです。ありがとうございます。でもやっぱインパクト返しがまだできてないのがちょっと。そうだね、はい、返したいですね。なんか次はあの完全経験なしの方からちょっとよかったら、うん、じゃあまだストークバイタシックスやったくないやって方いらっしゃったら手を挙げてください。最前の方とかこちらか、はい、ああ、いらっしゃいませ。宣伝に。どうぞどうぞ。まあさすがにね、初心者ですからね。ボコボコにしてやるよ。めっちゃ強かったらどうしよう。趣旨変わってきましたね。修行のはずなんですけど。すごい、アケコンとコントローラー交互に。あれ、もともとストリートファイター2とかやってらっしゃったとかは、そういう経験もあるし。あ、でも格ゲーやってるんだったら格ゲーやっていたということは、いや、じゃあやばいかもしれない。何年くらいやってらっしゃるんですか。10年やってます。10年やってる。10年やってるこれやばいぞ。流れ変わりましたね。だって、アケコン使ってるもんな。うん、普通に考えて。ストシックス経験なしってだけで、キャラクターを誰にしますか。格ゲー経験なしじゃなかったっすね。いますか、なんかお好みのキャラクターが。ザンギ。ザンギで、これあのなんか、うん、苦手らしいですね、どうやら。ザンギも先生、ね、苦手なんですよね。パスかな。あ、そうですね、それです、ね、クラシックでモダン、モダンにしますか。クラシックがなんか入力のやつで、モダンがでもワンパンチで出る。格ゲーおじさんだったらクラシックの方がいいと思いますね。逆にそうだ、うん、やばい、ザンギフだ。遠距離波動拳打って、遠距離波動拳打って耐久して頑張って。近くに行っちゃダメだよ。近づいたら危ないから。そう、ザンギフさんがですね、スクリューパイルドライバーっていう技がとっても減るので、とってもあります。ゴーキさん体力が少ないんですごく減っちゃいま す, そうです、ね、場合によってはまあ3回殴られたら終わっちゃうとかもあるので、なるべく遠距離戦を意識したいんですが、ね、近づかせないように、そうしたいんですけど、相手もやっぱ経験、海洋経験がありますからね。弾打ってる、弾打ちいいよ、いいよ、弾打ちいいよ、そのままいい流れがいいよ。惜しい、チェックしてますね。まあ、だからストリートファイター6の経験がないということは、インパクトが返されるということなんで、こういうことが今のうちに楽しくなろうというインパクト、知らないだろうと、スト6の新システムを大きな重ねるように重ねるようにインパクト完全にやりきってますね。惜しい、
野獣パンターゲットコンボから攻めが続きますよ。近づけないのがちょっと残業の欠点なので、ペチペチとコパンを刻みながら、それでもねやっぱ一発のダメージが高いので若干5秒体力も減ってます。近づけるか、近づいて惜しい、ジャクジャクジャクと決めていく、飛びも通して投げ、いいですね、ブレンバスターで体力差が入れ替わって、意外とピンチ意外とピンチだぞ、もみちゃんもみちゃん意外とピンチだぞ、もみちゃん触ったことないんだよ相手は、もみちゃんこれちょっと心配になってきましたね。いいですよ、波動拳って。これが、あ、いいですよ、相手も。あ、弱ボタンから中ボタンになってきましたね。どんどんダメージ上がってきますよ。昇竜モブピちゃん、昇竜拳打ちすぎだよ。いいですね、まあ、一旦コンボしてくださいまでいければ、そうですね、SN3。これもボタン連打で出せるコンボになってるので、うん、ダメージが非常に高いです。ね、ボタン連打でね、こんなにかっこいい必殺技まで出せるのかっこいいよね。練習必要なしですからね。うん、さあちょっと漏れてしまうか、さあジャクジャクと刻んでますが体力差はまだギリギリ、小渕さんリードなんですが、いい投げ、インパリーを見てから投げ、冷静、逆にクラシックはしっかりコマンドを入れないといけないので、ザンギフの SSR 一番ダメージ高い技はレバーを2回転必要というちょっとマニアックなコマンドですね。おお、しっかりとインパクト活用していきます。落ち着いてましたね。インパクトボタン、強パンと強剣ですよインパクトボタン、強パンと強剣、強パンと強剣で返せますよ、同時押し打てば出ますよ、強パンと強剣で、ね、さあこれが昇竜いい反撃して殴るので、まあ、近距離戦ちょっと怖いところ、そうですね、遠距離波動拳を打ちながらさあリードを広げていくか、でも丁寧に飛んでるんですよね、飛び道具をこれなんか経験ありますよ、格言経験感じます ね、 ありますよね、ちゃんと飛び道具の対処ができてます、ね、そうそうそう、奥タイプしてさあ画面端追い込まれていくが、インパクト、さあこれはアシストコンボで大ダメージを取ります。ただザンギは体力がちょっと高いキャラクターなので多少のコンボも痛んないでしょう。さあこれダブルライアットのコマンドも発見していくさあパンチボタン同乗してですね、戦いの中で成長してますね、成長してますね、チューチュー、あと一発、これは全然コンボじゃない、まだ分かんないよ、まだ分かんないよ、まだ分からないよ、これは細かくインパクトがある状況で出た、激闘だったな、激闘すぎるでしょ、ギリギリでしたねいや、よかったですね、やっぱ他の格撃経験の生きてるの感じましたね、ね、参加者の方、ありがとうございます、戦いの中でどんどんコマンド見つけていってるのをありますねぜひスト6もやっていただければ嬉しいです余裕だったぜすごい瀕死だったよ、マッピちゃんいかがったっすね、めちゃくちゃ上手でしたじゃあ次は普通にまた手を挙げていただいてって感じ、うん、じゃあ対戦したい方、やりたい方挙げていただいて、やりたい方の中であの優しくできるぞって人中でもね、中でも優しくできるぞって方、って人手下げる優しくできない人いるじゃあそのあのメガネの黒縁のおじさん優しそう顔が優しそうなお兄さん、優しそう、どっち、2人どっち、キャップのキャップの方、キャップの兄さん、黒縁のメガネのお兄さんだ、ね、あの10人抜きって言ってまだまだ皆さんやれる機会あるので、ね、10人抜き的にすごいめっちゃ優しそうだと思ったけど、なんか T シャツ怖い、大丈夫かな確かに大丈夫かな、あとでポイント帯とかはよかったらプラスナ、おプラスナだったらちょうど結構いい勝負できるかもしれない、優しくしてください、ルーキー、ブロンズ、モブピチャネル、シルバー、はい、そしてゴールド、そしてプラチナ、え、2個上って結構でもインパクトがね、確かにあったりするんで、ありますからね、インパクト当てればまだワンチャン、インパクト返し、昇竜拳我慢、そう、昇竜拳を早く楽になりたくて昇竜拳打ち続けたので昇竜拳を我慢、はい、我慢、昇竜拳結構短いので確かまで飛んできた相手にだけ打つって感じですね、わかりました、そう、でも波動拳打ってるのはナイスなんで、波動拳打ってるのすごい、行きましょう行きましょう、波動拳に、波動拳全力ですよ、そう、波動拳をいっぱい打って飛んできたなと思ったら昇竜拳、昇竜拳、わかりました、うん、それができるとやっぱおじさん嬉しくなっちゃいますからね、格言おじさんの心をね、わしづかみですよそれだよ、それってありますから、よろしくお願いします
そうそう、こういうのだよ。俺たちが見たかったのはこれなんだよ。そう、お、大きたい剣、しかもクラシック剣ということで、はい、硬派な感じしますね。そうですね、まあ、お互いちょっとスタンダード入りなキャラクターなので、割とクラシックな戦い方になりますね。あ、いいですね。やっぱ飛び道具が非常に強いキャラクターなので、後期は一度から、おお、見てから打ちました。これね、惜しい、お、飛びが飛っちゃった。そうですね、画面にパニッシュカウンターって表示されるときは空振りの硬直に技が当たってる、つまり確定してることなので、あれはもう隙が潰されてるってことですね。 うまいタイプ、お、いいよ、アシストコンボ。これ、このダメージが連打で出せるんですよ、すごくないですかこれ。アシストコンボって最高だな。そうですよね、倉本さん、もともと格闘ゲームやったのにアシストコンボやってますもんね。やってます。そこコマンドじゃないんだと思ったの。ストリートファイター4からやってるんですけど、無断操作が楽だし楽しいし、あとやっぱ今子育て中なので、子育てしてるとなかなかね、なるほどね、コンボ練習できないんですけど、コンボ練習なしでもできますね、無断操作は。コンボ練習って第一のハードルですからね。そうなんですよ。そして、そんな煩わしさを取っ払って格ゲーの楽しいところにいきなり飛び込めるのがいいんですよね、スト6は。モダン操作ありがたいですからね、うん、本当にありがとう、モダン操作。さあ、勝負拳、あー、近場でコンボがつながって惜しい、 SH、 あー、しっかりパリ受け止めますね。ドライブパリで受け止めると決定ダメージはありません。さあ、インパクトから、これはアシストコンボ、いいよ。さあ、体力差が縮まっていくところ、まあ無敵がある切り返し場ですね、あそこで無敵技を打つかどうかが結構呼び合いとして格闘ゲームありますので、もちろんガードすれば反撃が入ります。そういった夢続けていくか。さあ、飛び道具、いや、でもいい球の打ち合い、いいですね、波動拳、後期は波動拳を出すときに長押しすると威力が上がり段数が増えるので非常に優秀ですね。いや、でもちゃんと格ゲーしてるよ、もう来てますよね、波動拳が出せるんですよ、センター、こんな可愛らしいアイドルの子が波動拳出せるってすごい期待だよな。そうですよね、おー、今のだけかっこいいな。ただちょっと体力が少なくなってきてるので、怖いところ投げて、いい投げ。さあ、お互いあと一発ラウンドを取ったら勝ちの状況なんですが、中大惜しい、 SH バル受け止めます。ちょっと遠かったですね。あー、漏れてしまったか。中昇竜、あと一発の全体よ、耐えて耐えて耐えて、ナイスガード、じっくりいこう。そう、時間まだありますからね。波動拳、波動拳、あと一発、冷静に波動拳打って、そうそう、波動拳強いよ、まだ大丈夫、まだ大丈夫、投げて、今インパクト出してたんだね、全然悪くなかったよ、やっちゃった。あ、いいですね、戦い終わった後にね、こう握手、そうですね、いいですね。実際のね、大会でも選手同士で勝っても負けてもこうやって、やりますね、タッチしたり握手したり、ちゃんとスポーツマンシップ、ね、そうなんですよね、まあ、終わったらもうチャラだったんで、うん、勝ち負けあるとしても。さて、はい疲れてます。いやいや、全然、体温まってきたな。プレイだいぶ良くなってますし、どんどん良くなってる、冷静になれてるんで、はい、あのまま冷静にプレイ続けてれば全然大丈夫でしたよ。ありがとうございます。このままいければ大丈夫だと思うんで、はい、まあ、時間もまだありますんでね、まだ大丈夫ですよね、まだ、あと1人、あと1人、あと1人、前半はじゃあ、あと1人、そうですね、まあ、後半また組み手があるんですが、一旦ここでラスト1人で、ラスト1人、はい、ラスト1人、はい、俺は取りにふさわしいぞ、我こそは我こそはじゃあ、ずっと手挙げてくださってる前の絶対強いお兄さん、マスクの方、はい、お願いします。絶対強いお兄さん、ポイント帯とか、ちなみに、あ、モダンホンダ MR1500、 あ、クボリスペクト、良くないやつ来ましたね。これは危ないですよ。え、無色ですか。無色なんですか。そこに無色じゃない。またこうモダンホンダっていうちょっとね、モダンホンダ、最初の頃からこう初心者を任せまくった、私あのホンダさんとあんま戦ったことがなくて、あんまランクマッチで一緒にならないんですよ ね、 ね、そうなんですよ、なんかめっちゃ頭突きされるとは聞いてます。気を確かに持ってください。気を確かに、なんだそのアドバイス。気を持たないと泣いちゃうかもしれない。泣いちゃう、大丈夫かな、うん、何をしてくるか大体わかるんですけど、だいたいなんかお尻が降ってくる、お尻が降ってくる、うん、倉持さんじゃないですか。お尻が降ってくる。
思います。モダンホンダですか。うん、モダンホンダでもモダン操作と、ね、相性がいいんでね、ホンダは ね初心者にもすごくおすすめの組み合わせですね。モダンホンダ初心者に使ってほしいキャラクターの中でやっぱり名前が上がるキャラクターですね。そうですね、モダンホンダとかモダンブランカ、モダンミリーとかがすごくおすすめですね、うん。なんかその一定の行動を繰り返しただけで動きになって、うん、でまあ、理解度が上がっていくとバリエーションが合わせるっていう感じでいろいろ使い道があるんですが、そうなんですよね。この本田さん力士なんですけれども空飛ぶんですよ意味わかんないですよね。今意味わかんないんですよ。これが国技じゃーいって感じでやってくるんですけど、ケツから落ちるんですもんね地面に対してそうなんですよ普通に一発アウトなんですよ、まあ、だいぶ力士パワータイプ、うん、ミドルレンジ、うん、さあ用意ができたようで、さあ見ていきましょう。左側ゴーキ対右側エドモンド本田。もう本田はもうやっぱ力士なんですごいパワーが強く、うん、まあ、ただ突進技が多いキャラクターなのでその分カウンターされやすいっていう弱みがあるんですが、初心者隊にとってそのカウンターができないのが脅威となっているキャラクターです。来ますね。さあ対応できるのかもぐちゃん。そう波動拳打ってるから甘いよ。そう突進技は潰せます。いいですよ飛び道具。いいよすごい。あと90秒あと90秒耐えれば。あー上から始めた。よし起きた。当たって、さあ、はい、アシストコンボ、はい、はい、素晴らしい。いいですね。さあリード取って、しかしまだ分からない。大丈夫ですよ。おいい体育。さあチェック。おお1SH。 しかしパワーが打ってくる。え何それいや今初めて見ましたね。画面端に向かって技出てたんで珍しい。あんまない、うん、あのストリートファイター6って画面端にいる相手にジャンプすると、うん、裏に行かないっていうゲーム性なんですけど、うん、一瞬裏に回っちゃったせいでなんか出ちゃいましたね。さあ飛んできたら昇竜拳打てるとベスト。これは仕方ない、確定します。昇竜拳です、昇竜拳。昇竜拳を合わせられるとベストです。さあ投げて、いいですよ。遠距離は波動拳、空から降ってくるケツ、それに対して昇竜拳をケツにアッパーすれば OK。 来るぞケツ。いい昇竜、いいそれケツ、やばい、それどころじゃない。お大丈夫、落ち着いて、いけるから落ち着いて。まだ大丈夫、まだ大丈夫、大丈夫、落ち着いて。おお無敵使っていきます。素晴らしい、ありがとう、ワンボタン。ありがとうございます。確かにあれの無敵の切り返しもワンボタンでできないとやっぱり難しいですからね、うん、起き上がりにコマンドを入れるっていうのがなかなか大変ですから。このお尻が降ってきたら昇竜拳。そう、うまいっすよ。で遠かったらおジャスバリ。さあ反撃しっかりしている。うわコマンド投げで崩されて、しかし遠いよまだ。続き追ってくる本田か。本田が追ってくる。本田があと一発逃げまする。おまだ分かんないか。お中国さんこれは本田の本田が本田の股の下をスーッて動きが。いやまだ分かんない。こっからあるのが格闘ゲームですよ。遠距離波動拳打ちながら対空完璧ならあと昇竜拳10発ぐらい当てれば当てますね。波動拳もあと15発ぐらい当てれば。いいよ。いやもう惜しかったですね。お尻が降ってきましたね。 ありがとうございます。もぐちゃんこれが本田だよ。本田ですね。どうだい NG で本田 NG 入りました。本田 NG ありがとうございます。いややっぱ久保リスペクトだけあって、うん、汚い百貨でしたね。汚い百貨、いやもう素晴らしい褒め言葉なんですよ